皆さんこんにちは、埼玉市長の清水隼人です。本市では6月3日からノババックスワクチンの集団接種会場を旧市民会館浦和に開設します。このワクチンは組み換えタンパクワクチンに分類され、これまでポリエチレングリコールのアレルギーによりメッセンジャー RNA ワクチンを接種できなかった方も接種することができます。同会場では18歳以上の方を対象に3回目接種のほか、ワクチン未接種の方の1回目2回目接種も可能です。5月25日午前10時から予約を受け付けますので、ぜひともご検討ください。また開設期間中の一部の日程では本市を除く県内に住民登録のある方も予約していただけます。本市では引き続きワクチン接種を希望する方が一人でも多く接種ができる環境を整備してまいります。さて本市の新規感染者の状況は5月11日発表分までの直近1週間で1969人となりました。3年ぶりの行動制限のない大型連休期間中は市内でも活発な人の動きが見られ、新型コロナウイルスへの対応については一律の行動制限からの転換期に差し掛かってきていると感じています。一方で新規感染者の増加が懸念され、警戒を緩めることはできません。市民の皆様におかれましては、感染予防と重症化予防の効果のあるワクチン接種に加え、引き続き基本的な感染拡大防止策へご協力をお願いしたいと思います。新生活の疲れが見られる時期でもありますので、一層体調には気をつけてお過ごしください。